ちゃんさ、目覚ましてよ。僕寂しいよ。なんでそうやって倒れちゃったんだよさ。僕さ、寂しくて泣いちゃってんだよさ。もっともっといっぱいいろんな思い出作りたいんだよさ。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、私とあかねちゃんと、そしてベンソンとバービー、そしてスーパーベビーと5人でディズニーオフィシャルホテルのホテルオークラに来ました。ディズニー旅行とても楽しいぞ。そしてですね、今日の企画はですね、なんと初めてあかねちゃんが考えてくれました。まあ今までね、あかねちゃん何回か出てくれましたけども、今日の企画はあかねちゃんがぜひこれをやりたいということで初めて考えた企画になります。それがですね、スーパーベビーが今現在隣の部屋でアンパンマンを見て楽しく遊んでるんですけども、スーパーベビーの目の前であかねちゃんが突然倒れて、そして救急車を呼ぶふりをしたら、スーパーベビーは泣いて悲しむのか、それとも笑いながら済ませるのかをあかねちゃんがぜひ見たいということなので、スーパーベビーに今からドッキリを仕掛けていきたいと思います。あかねちゃんがね、一生懸命考えた企画だよね。あかねちゃんまだちょっとこう恥ずかしがっていますけどもね。じゃああかねちゃんカメラ向いて、それでは早速ドッキリをスーパーベビーにやっていきましょう。してね。いやー、スーパーベビーごめんね。さっきあかねちゃんと二人でちょっと秘密の話してたからさ。いや、そうなの？じゃあさ、そんな僕に秘密なんてやめてよ。いや、スーパーベビーに秘密じゃないからさ。あ、ベンソンとバービーはさ、じゃあちょっとここにちょっといてくださいね。ここにね。じゃあベンソンこっち側にいてくださいね。ちょっとね。さ、スーパーベビーね。じゃあ一緒に今から遊びましょうか、スーパーベビー。え、あかねちゃん、どうしたの？え、ちょっと待って、あかねちゃんどうしたの？いや、あかねちゃんさ、急に倒れちゃったんだよね。スーパーベビーなんかやったの？やってないってばさ。ちょっとシュンさん、シュンさんさ、どうしたの？スーパーベビー、あかねちゃん死んじゃったんじゃないの？ちょっと待って、あかねちゃんが突然倒れちゃったけども、ちょっとあかねちゃん大丈夫？あかねちゃん、やばい、スーパーベビーどうする、どうする、どうする。いや、ちょっとさ、僕の力で起こせないかな。じゃあスーパーベビー、じゃあこういう時ちょっと、あ、そうだ、分かった、ちょっと救急車呼びよう。スーパーベビー、救急車？救急車ってさ、前も呼んだよね。そうだよ、スーパーベビー、マジでやばいよ、ちょっとこのままだと。スーパーベビー、ちょっと救急車今から呼ぶからね。よいしょ、ちょっと、あ、もしもし、ちょっとさ、僕に変わってくんないから。いや、変わんないよ、今電話してる最中なんだから、今ピンチなんだからね。あ、もしもし、今ですね、実はですね、あ、そうだ、ちょっとスーパーベビーがちょっとのんきなので、ちょっとベンソン、カメラ持ってて、カメラ。ちょっと、わかった、私が持ってよ。よいしょ、ベンソン、ちょっとよろしくね。あ、ちょっとスーパーベビー、救急車呼ばないと、それどころじゃない。うっ、どうしたの？ちょっとシュンさんさ、何やってんだよさ、悲しいよ。ちょっと起きて、ほら起きて、乗っちゃうよ、こうやってさ、お馬さんごっことかやろうよさ、ほらね。ちょっとベンソン、何カメラ撮ってんの？倒れちゃったんだよベンソンさ。おい、スーパーベビー、こっちに来るな。いや、ちょっと待って、あかねちゃんもシュンさんも倒れちゃってさ、僕悲しいんだよさ、ベンソン、なんとかしてよさ、救急車、ベンソン呼んで。やめろ、スーパーベビー、私を頼るな。なんでそんなこと言うんだよさ、シュンさんもさ、アカネちゃんもこうやって倒れちゃってさ、僕一人ぼっちで寂しいのにさ、どうして助けてくれないんだよさ、僕泣いちゃうよ。スーパーベビー、泣かないで、自分でどうにかしてくれ。ちょっとさ、なんでベンソン今日そんな冷たいんだよさ、いつもはさ、みんなで協力して。あれ、スーパーベビー、実は
ドッキリでした。スーパーベビー、ちょっとシュさん起きてる？ベンソンに泣きながら抱きついてますけども、ちょっとスーパーベビー、なんでベンソンに泣きながら抱きついて、どうしたの？いやドッキリってさ、びっくりしちゃったよ。あかねちゃんもさ、なんなんだよさ。ベビーながら一生懸命助けを呼ぼうとしてくれたんだね。でもベンソンに助けを求めてもしょうがないからね。スーパーベビー、ほらあかねちゃん元気だったよ。よかったよかったよかった。神様。いやー、バービー、そしてベンソンは特にさっきカメラを急遽回してくれて本当にありがとう。ドンズ TV、 スーパーベビーが私に助けを求めてきたぞ。そうなんだよね。スーパーベビーが一生懸命ベンソンに助けを求めていましたけどね。でもこのドッキリはね、あかねちゃんが考えてスーパーベビーにやりたいということでしたけども、スーパーベビー、ちょっとカーテンの裏に入らないで。スーパーベビー、いや僕さ、もうさ、恥ずかしいから隠れちゃうよ。恥ずかしいから隠れちゃうよじゃないよ、スーパーベビー。だってさ、僕本当にびっくりして寂しかったんだもん。二人がさ一気に倒れちゃうからさ。そうだよね、スーパーベビー、ごめんね、ドッキリ仕掛けちゃってね。スーパーベビーさん、ごめんね。ね、ドッキリね、ドッキリはちょっとびっくりしちゃうよね、スーパーベビーね。いやー、バービーとベンソン、今日はね、ディズニーホテルに来たわけですけども、シュンズ TV、大変だ、緊急事態だぞ。どうしたの、ベンソン？バービーの様子がおかしい。昨日からずっと元気がなくて、今泣いているぞ。マジか、そうか。いや、実は前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、私がディズニーランドに持っていきたいおもちゃをベンソン選んで、そしてあかねちゃんがディズニーランドに持っていきたいおもちゃ選んだのがバービーで、せーので出し合った結果、ベンソンとバービーで一緒にディズニーランド行って、ディズニーホテルにも行ったんですよね。そうか、バービー、ケンに会いたくてすごく泣いて寂しいんですね。ちょっと今日はもう早く帰ってあげたいと思います。おい、ケン、聞いているか？バービーはとても寂しがっている。ケンに会いたがっているぞ。そうだよね、ベンソン。ちょっとバービーもなんかさっきから今日は元気ないなと思ったら急に泣き始めちゃったので、早くケンのところに行ってあげましょう。それでは皆さん、あかねちゃんも、そしてスーパーベビーも、またお会いしましょう。さよなら。ケン、待ってろ、今帰るぞ。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。のんきに遊んでいるから、シュンズ TV はいつも弱いのだ。ロッツォに質問です。悪巧みうまいですね。ロッツォ大好きです。ずっと悪巧みを続けてください。何を言っているのかね。私がやっているのは悪巧みではなく正しい行為だ。シュンズ TV はおもちゃを大切にしているので、おもちゃと人間が関わるのが私は大嫌いなもんでね。なのでシュンズ TV を早く潰そうといいことをしているんだ。コーラ好きですか？私はコーラは好きではない。ただし、ストロベリーは大好きだ。私はストロベリーの香りが体からするぞ。ロッツォさん、次に洗脳するキャラは誰ですか？もしかして前回のコメントしたキャラが来るとか？私はもうすでに最強の仲間を手に入れた。そして実はシュンズ TV がディズニーランドに行ったのを私もついて行った。そう、ディズニーから最強の仲間を手に入れたのだ。ああ、そして今現在ケンとバービーが寂しがっている。これを使わない手立てはないだろう。ケンもバービーもこれから地獄を見ることになるだろう。そう、私が手に入れた最強の仲間が攻めに行くからな。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したい奴はチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。